タマミジンコカモイニダエは、ミジンコ類の分類群の一つ。タマミジンコ属モイナとタマミジンコモドキ属モイノダフニア、ノニ属を含む。ミジンコカによく似たもので、かつては、ミジンコカに含めた。全身を広角に包まれていること、ニサの第二に触覚の様子、遊泳足が同型でないこと、開局せずに伸びる消化管などは共通の特徴である。異なる点としては、 頭部が比較的大きく、口の上に糞が発達しない。また、第一触覚が大きく発達して、前に伸び、その基部は狭まって可動であることが目立つ。メスでは、これが長楕円型で、まるで葉巻きを加えたような形であるが、オスではその先端が、さらに長く伸び、その先端に小さな針などを持つ。これはメスを恥じするときに役立つとされる。また、 尾の先端部は、長い三角形で先端の尾爪に向かって細まり、ここに一個のまた上爪と数個の小さな爪の列がある。種の分類的な特徴もこの部分に現れる。また、甲角は、左右から扁平でなく、全体に丸く膨らむ。玉見人子の名はこれによる。ただしこれは、種として、メスについてであり、オスではやや細身の形をしている。また、 殻の高端にラサしが発達せず、せいぜい鈍い角を作る程度、浅い淡水域に生息し、時に大発生する。水田で、よく繁殖して高い密度になるのが見られるのも、この類であることが多い。生活感としては、メスは、単ため生殖で、メスの子供を産むことを繰り返すが、オスを産み、交尾して、耐久卵を産むこともある。ミジンコ族などでは、 この交尾しての生殖が、年1回であったり、あるいは、春秋2回である例が多いが、この属では何度もオスが出現して、耐久卵を産むので、様々な季節に耐久卵を見ることができる。金魚の養殖など、稚魚の餌として用いられるのはこの属のタマみジンコエム、マクロカルパであることが多く、そのために池に肥料を投下して繁殖させる例もある。 約50種が記載されているが、実際の種数は、半分程度と言われる。タマミジンコ族のものがより普通。タマミジンコモドキ族は、タマミジンコ族によく似ているが、通常の目の他に、小さな単眼を持つ点などで異なっている。代表的なものを挙げる。他に、上野などは、エムレクティラストリス細タマミみンコを挙げているが、田中。 ソロクは日本でこの名を当てられているものを、すかしたまみじんこのシノニムであると述べ、国外ではこの名を当てられるべきものはあるが、国内にはいないとしている。この章は、上の P420 に基づく水の P79 この章は主に、田中、ソロクによる。ありがとうございます。